宮崎県道十二号と上等環状線は、宮崎県都城市から北諸片ぐみま町を経て再び、都城市に至る県道である。起点側は、地域高規格道路、都城渋市道路の一部として共用されており、終点側には、未共用区間が存在する。都城都市県の環状道路であり、市街地西側から半時計回りに南側を経て、北東側まで、 約半周する。起点側では、宮古の城渋市道路50町インターチェンジ、梅北インターチェンジ間の開通に伴い、並行する原動は市道に降格し、宮古の城渋市道路が本路線の本線となった。路線認定告示では、終点が北諸方郡高城町とされており、宮崎県宮古の城土木事務所管内図では、宮崎自動車道宮古の城 IC 付近が、 終点として描かれているが、2014年時点では、北諸方郡三又町田で池までが共用済みであり、残る都の城市高城町までの区間は未共用である。起点側では、地域高規格道路都の城支部市道路、都の城東環状線が2001年度に事業化され、2011年4月に、五字町インターチェンジ、梅北インターチェンジ間が開通。 同年12月に、同区間に並行する言動が、剣道区域の指定を外れ指導に変更された。剣道12号と上等環状線。ありがとうございます。